はい、こんにちは、トグリーです、えー。今日はですね、先月ブルースカイさんのブルースカイミートアップ第2回ですね、東京で開催された第2回のイベントにちょっとパネリストとしてお呼びいただいたので、その時のちょっと感想を記録しておきたいと思います。まあ、正直ですね、イベントに参加するまでは、ブルースカイ、今ちょっと競争上は厳しい環境にあるなと思ってたのが正直だと思うんですよね。 やっぱりスレッズ、まあメタグループがその分散型 SNS にコミットしてきちゃって、ブルースカイではない方のアクティビティパブにコミットしちゃったので、まあそっち側に、まあマストドン陣営ですよね、アクティビティパブ側にマストドンとかスレッズだけじゃなくて、結構大手のところがみんなコミットしちゃって、なんとなく分散型 SNS としてはスレッズ陣営、アクティビティパブ陣営に勝負があったかなっていうのが個人的な 印象でしたただあの、ブルースカイは個人的に、まあ、世界観とかやっぱコミュニティ観が好きなんで、まあ、1回目のイベントに参加したときですね。であの、今回も参加させていただいたんですけど、詳細は産経新聞さんに記事が出てますんで、そちらを見ていただくと分かると思いますけど、やっぱね、この CEO が時差があるのに、深夜に日本のこのミートアップのためにわざわざつないで、2時間ぐらいですね、ずっと質疑応答とかパネルディスカッションとか付き合ってくれるって。で、Y さんっていう。 エンジニアの方も、まあ日本が好きだからと思うんですけど、定期的にこうやって日本に来て、このイベントに顔出してくれて、この距離感の近さはね、たまんない、たまんないっていうのは変ですけど、好きなんですよね。で、今回イベントに参加して、ちょっと僕もやっぱ誤解してたなと思ったのが、なんとなくやっぱツイッタークローンとしてのブルースカイが今表に出てるので、なんとなくツイッタークローンバトル、 を軸に僕も見ちゃって、まあ、スレッズの方が今のブルースカイよりもやっぱちょっと一歩上かなと。まあ、当然、ブルースカイが今収益モデルがないんで、ユーザー増えすぎちゃうと逆に増やせないんです、増やせなくなっちゃうんですよね。だからこそ招待制でしばらくやってたんですけど、っていうのを考えると、ちょっとしんどいのかなと僕思ってたんですけど、多分ネブルースカイは全然ツイッターではないものを生み出すことによってヒットする可能性があるプラットフォームと思った方がいいんじゃないかなと思いました。 今回の,そのパネルディスカッションでも、やっぱエンジニアの方々の発言がすごい面白くて、その、ブルースカイの、なんつってたっけな、その、あの、コードが中をいじれる感じっておっしゃってたんですよね。ついつい僕もその、ツイッターは API をたくさん公開してたんで、まあ、そのノリでブルースカイがやってるって思ってたんですけど、やっぱ API ってあくまでどちらかとこう、まあ、 例えば像があったとしたら、像の多分尻尾の部分とかが API で公開されて、ちょっとこう尻尾をいじってデータを取れるぐらいのイメージだと思うんですけど、多分ブルースカイは小さいんだけども、逆にその骨組みまで開示してくれて、骨組みまでいじれちゃう感じらしいですね。実はブルースカイにおいて本質なのは、実はメインのフォローの,あのタイムラインじゃなくて、実はフィードなんだっていうのをエンジニアの方々はすごい口を揃えて言ってました。 実はフィードをカスタマイズできるから、その今のスレッズとか X のようにこれおすすめで、もう彼らが決めたバズっている投稿だけを見せるタイムラインになっちゃうと、結局ネガティブな投稿ばっかりがバズってるから、炎上ネタとか、喧嘩ネタばっかりが目立っちゃうんですけど、ブルースカイは自分でそのフィードをコントロールできるので、多分その推し活専用とか、自分が好きな人たちだけ見るとかっていうのが、自分で選べるっていうのがやっぱ肝なんだと思うんですよね。だから多分、 まあ、TikTok が開発したフォローによるタイムラインっていうものに対して、今、TikTok が開発したもおすすめによって AI に任せちゃうタイムラインっていうのが前提ですけど、もう一回それが自分でカスタマイズするフィードっていうのを、ブルースカイ側の Twitter 的なものではないアプリが出てくると、ブルースカイ化けるんじゃないかなっていう気はちょっとしました。 ということで、あのブルースカイも引き続き使い続けていきたいと思いますので、えー、お使いの方はぜひフォローしていただけると幸いです。えー、こちらのチャンネルでは、できるだけ日本のための未来を明るくするような話題を紹介していきたいと思っていますので、他にもこんな話してますよいましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。しおはようございます。